さあまずポイントをお願いします。ポイント私はですね、モハメドもいいパンチ当てましたけどね、2度にわたってそのまあダウン、ノックダウンに見えるようなシーンがありましたね。これですね、私ダウンですね、これ本当は。まあレフリーはああいう採点して、ダウンでないって言ったんですけれど、今のはダウン。これはこのモハメドがものにパンチ食いましたね。ポイントは私は10対8、オギー・サンチェス。サンチェス、あと3ラウンド目始まりました。浜さんの私も10対8です。はい、第2ラウンド、ミラシュート、ミラシュート、さあできます。ここは思いっきり、サンチェスは勝負かけなきゃいけないんですね。ここは勝負かけなきゃいけないんですよ。体を左右に振っています。さあサンチェスはどこまでこの第3ラウンドを突っ走ることができますでしょうか。 WBO 世界フェザー級のタイトルマッチ、見てしまったらハメドはまた回復しますからね。ここで攻め切ればいいんですけどね。やっぱサンチェスもですね、2ラウンド目にいいパンチ食ったんですよ、ハメドの。ああ、なるほどね。だからやっぱり、あんなの食ってしまったらっていうのがやっぱり頭にあるんですね。なるほど、はい。一回ぐろりと背中をつけたら、最初のはダウンではありません。その後、カウンターもありましたけれども、本当に両者ともいいパンチの交換がありました。しかし目立ったのはサンチェスでした。第2ラウンド。追いかけます。ハメド独特のかわし方をするんですけれども、すり寄っていきます。オギーサンチェス、おーっと、ガードを上げました、ガードを上げました。サンチェス、さすが体の入れ替え早いですね。抜けてきます、このサンチェスをかわします。いや、すり抜けた、ボディを突き抜けます、いきます。ちょっとサンチェス効いてきましたね。あ、そうですか。今の効きましたよ。今の足が力入らないんで膝ついたんですね、はいはい、引き落としされましたけどね。いや、ハメドの右フックっていうのは強いんですね。あ、そうなんですね、あとミドルスレートは返された、スリーバック、おっとタイミング崩られました。タイミングが崩れたというよりもですね、足に力が入らないんですね、今ついていかなかった、サンチェスはちょっと効いてるんですよ。下がって体バランスを崩しています。あー、そうですか、ハメドは回復してきました。あーっと、これは話ですね。大きいチャンスなんですけど、チャンスなんですけど、ピンチですね。オギーサンチェス、ちょっと苦しい使っていたと思ったら、オギーピンチになりましたね。右技、あと左、ストレート、ショートの右ストレート、当たってます。ハメドが勝ったんですけどね、今サンチェス正面に立ってしまいます。さあハメドは、あ、ノーガード状態になりました。あ、右フック、あと、このホールディング、いや、何も取れません。いや、ハメドワールドが展開してきます。ハメド完全に回復しましたね、それに引き換えサンチェスの動きがちょっと硬くなって、よりね、おかしくなりましたね。ダメージが取れないですね、このダメージは取れないですね。サンチェス失速しています。いや、やっぱりハメドのパンチ効いてるんですね、かなりね。いや、ボールに食いますからね。さあ、ハメド、また飛び込む、右を払っていきました。下から、一瞬のジャブであります。随分効いてますね、サンチェスは。おっと、ちょっとリフトアップ。しかし、すぐ離しました。第3ラウンド終了です。第3ラウンド終了です。このラウンドは浜田さんからお願いします。このラウンド、ハメド10対9です。はい、私は10対8つけかなって思ったところ、そのぐらい聞いてたんですよね。ただですね、このぐらいのその差で10対8つけるっていうのは問題あると思いますが、10対9にします。ハメドですね、ハメド余裕があるんですね。ハメド、ハマってませんか。なかったですね、今のは。なかったですね、なかったですね。これ2ラウンド目ですよね、先ほどのですね、あれはダウンではなかったんですよね。まあレフリーはダウン取らなかったですけれど、まあダウンに見えましたけどね。あ、これハーメイドはロープ掴んでますね。3ラウンド目ですね、はい、危なかったですね。これは、いや、これが効いたんですよ、今のが、はい、いや、今のは浜田さん、自分の頭を引き抜いて左のフック、いや、本当にですね、あれだけスッと体を入れ替えてですね、さすがですね、そういうところは。クリンチ際というのはハメドはものすごい強いですね。さすがですね、今のはサンチェスとすると、相手掴んだんでホッとした瞬間なんですね。
なるほど、今ですね、情報が来まして、今ちょっとインターバルは長くなってるんですけども、これあのドクターチェックのためのインターバルちょっと長めに取ってるという情報が伝わってまいりました。小泉さん、こういうことはあるんですね。これは、まあ、これは WBO のタイトルマッチなんですけど、はい、ネバダ州ないし WBC なんかはですね、はい、例えばドクターが片方のコーナー行って15秒間見るとですね、休みをその1分取って1分15秒にすると、はい、ああなるほど、したがってそれを措置を取りまして、ちょっと長めにあったようだし、ミロスラドっていった。サンチェス、しかしあっという間に浜田さん顔を膨れ上がりましたね。サンチェスは、サンチェスの今の打ち方見ると、まだダメージと残ってますね。足がついていかなかったですね。残ってますね。前にのめっていってしまいました。さあ一方ハメドはうんとグローブとグローブ、ミロスラと左に狙ってます。合わせ始めました。かといって、はい、やっぱりずいぶん効いてますね。長引けばもっとサンチェス不利になりますから、この回でもっと勝負確定に見なきゃいけないですね。サンチェスが、この回で勝負ですか。もう勝負しなきゃいけないですね。クリンチャー確かに苦しそうですね。もっとサンチェスは弱ってきますからね、はいはい、まだ少し力残ってる間に勝負せんときゃですね。あ、わっと、ボディか、ボディか、簡単になりました。今のアッパーは強かったですよ、ハメドのね。いやタイミングはバッチリ。本当はタイムですか。減点、減点。どうしたんですか今。引き落としたと。いうことですね。アッパーの後ですね。引き落としたということですね。はい。これはサンチェスにとって少しの優位な材料になりましたけれども、さあ試合続行されます。第4ラウンド。入ってくるところ左のフックでカウンターを狙ってます。ハメド。ハメドが、いつものハメドらしい動きにだん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 となってきています。いやもうすでにそのハメドの動き、いつもの動きになってます。そうですね、なってますね、完全にね。スタートだけですね、ちょっと予想違うところで。やりたいものですよ、こうやったら。右の、おっと左。おっと左、回しました。カウンター来ました。今の来ました。また右を出していきます。相手のアラッパシャ、今度左。面白いようにパンチが入り始めています。いやもう、しがみついて足がついていかないという状態ですね、サンチェスは。また右。相手の方を張るようにして持っていきます。この低いダッキング。頭を下げたダッキングであります。目は上を向いています。ハメド完全にハメド体勢から、おっと、もう足に力が入るんですね。随分もうダメージ残ってるんですよ、膝が両方骨折して、揃って折れてしまいます。オーギーサンチェス非常に苦しい。まだ4ラウンドなんですが、苦しいですね。これしのいでしのいで展開回復待つというのはどうですか皆さん。ノーバランスミス、なかなか回復しないんですよ。そうですか。ダメージあると、いや時間かかってもちょっと打たれるとまた蓄積しますからね。あーなるほど。あーと左くらい、そして右のスライド、また右ダウン、レナー試合終了です。試合終了。いやダメージ深いですよ。あー本当ですね。最後のなんというコンビネーションでしょう。凄まじいコンビネーションが最後火を吹きました。オービーサンチェス、あっという間に試合を止められています。あーダメージ深いですね。やっていきます。ダメージ深いですね。リング上にすぐさま横に